一般社団法人人文地理学会は人文地理学を中心に地理学的な研究を行う日本の学会本部を京都市に置く2011年9月30日現在の会員数は1394人1948年3月に発足人文地理学を研究しその進歩普及を図ることを目的とする 日本学術会議協力学術研究団体、地理学連携機構に参加している。学会の事業として、機関紙、人文地理の発行、大会、例会、研究部会、公開セミナーの開催を行う。第二次世界大戦後、日本の地理学会では、東京都以外に本部を置く、地方地理学会が相次いで設立された。 その中で最初に誕生したのが1946年9月に設立された西日本地理学会であった。西日本地理学会は関西在住の地理学者で組織されたが、機関紙はなく、会員の意見交換や親睦を図るにとどまっていた。こうした中、新教育制度化で社会化が新設され、その中に人文地理が置かれたことから人文地理学への関心が高まり、 西日本地理学会を発展的に解消し、1948年3月に人文地理学会が発足した。会員は約200名であった。同年6月には、帰還し、人文地理を、創刊・人文地理学の向上発展と、一般大衆への人文地理学への知識、関心の普及を目指した。しかし、財政難によって、帰還しの運営は不安定で、 第4号にようやく柳原書店から発行できることになり、文部省から出版物助成も得られ、一応の安定を見ることになった。1948年11月15日には、第1回の学術大会を京都大学東方文化研究所で開催した。1965年より他学会との共催による大会の開催を盛んに行っている。 発足から20年が経過した1968年には会員数が1500人に達した。同時期は大学闘争の真っただ中にあり、学会事務所がある建物が封鎖され、わずかな書類だけを搬出して執務することもあった。これを契機として、京都大学文学部地理学教室からの移転が検討され、1985年10月に、 現在の近畿地方発明センター合同ビルの一室に移転した。1998年11月14日、京都会館において、人文地理学会創立50周年記念式典が挙行され、人文地理学会50年史が刊行・配布された。また記念公演が同時開催され、成田光造、竹内啓一、佐々木光明が講演した。 2014年10月1日、一般社団法人への登記申請を行い、同日付で受理されたことにより、一般社団法人に移行した。2018年社員総会2020年社員総会の役員歴代会長各委員会に理事が1名いる。人文地理は人文地理学会の機関誌人文地理学全般を網羅した学術雑誌は日本国外では、 珍しい存在である。論文は、論説、展望、研究ノート、文献解題に分かれ、年に一度、学会展望を掲載している。投稿者は20代が44.7%、30歳が31.1%を、占め、若手研究者が多い。課題として、中堅以上の研究者の投稿論文が少ないこと、日本語主体であるため、 国際的な評価を得ているとは言えないことが、金田昭弘によって指摘されている。1948年6月に創刊し、2020年5月現在、72巻1号まで刊行している。刊行当初は期間であったが、論文の増加により、第4巻から各月間となった。ただし、第68巻からは期間に変更された。また、刊行当初は、 経済的基盤がなかったため、一般読者を取り込もうと、地理教育を中心とした紙面構成を試みるも失敗。また、印刷会社の破産によって、損害を被るなど、不安定であったが、柳原書店から観光することになってからは、高等学校用の教科書、人文地理の発行などを通して、財政基盤を整え、純粋な学会主へと成長していった。 1978年には懸案であった人文地理の大型化が実現し、雑誌サイズが B5 版となった。地理学文献目録は日本国内で刊行された地理学に関する文献をまとめたデータベース。弊社は第1週から第8週まで人文地理学会、第9週以降が人文地理学会文献目録編集委員会である。 1945年以降の文献を収録、出版社を変えながら、ほぼ5年間隔で刊行してきた。地理学を中心に、地質学、農学、歴史学、経済学、社会学など、隣接分野の文献についても収録している。文献は、地理学史、地形、気候、人口、都市など32のテーマに分類して掲載されている。機関誌 人文地理と並ぶ重要な観光物との位置づけであったが二千十年十一月二十日に奈良教育大学にて開催された人文地理学会二千十年総会において今後の地理学文献目録の発行を断念することが報告された二千十一年十一月十二日に立教大学にて開催された二千十一年協議委員会には地理学文献目録に代わる事業として 人文地理学辞典の観光が進められ、丸前より2013年観光予定であることが報告された。ありがとうございます。